<noise> こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですロシア連邦南西部のロストフ州にあるロストフ原子力発電所で運転に障害が発生したためロシア南部のかなり広範な地域で数百万人が停電のもとに置かれたとロシアメディアが7月16日に報じたことを先日本チャンネルでお伝えしました。 その後数日間電気が来ず集合住宅ではポンプ停止のため水道も使えなくなって水がないためお年寄りでお亡くなりになる方も出ており住民が街頭に出て抗議活動をしたところ抗議者たちが警察によって次々に拘束されているということです今日はこのこのとについてお話し,します。 原子力発電所の運転に障害が発生したと報じられたのはロシア連邦南西部のロストフ州にあるロストフ原子力発電所ですロストフ原発には4基の発電装置があり発電容量は4071メガワットすなわち4ギガワットほどの発電量だとされていますロシア国営リアノーボス地通信の7月16日の報道によれば ロシア連邦南西部のロストフ州にあるロストフ原子力発電所で運転に障害が発生したため電力ネットワークから自動的に遮断されたということです。このためクラスノダールやクリミア半島などの多くの市町村で停電が起きロシア南部のかなり広範な地域で数百万人が停電のもとに置かれたとロシアメディアは伝えました。 この映像は7月20日に SNS にアップされました停電に見舞われたロシア南部クラスノダール地方で人々が街頭に出て抗議の声を上げている様子です人々は「私たちに光をください」と連呼しています3日未満電気が来ず集合住宅のポンプ設備が停止したため 水道も使えなくなって老人たちが死んでいるとクラスノダール地方の人々とロストフ州の人々は話しているとマックス2 4は報じていますこの映像も7月20日に SNS にアップされましたクラスノダール地方で停電と断水が3日間続いたことに抗議する集会が開かれましたが警察が抗議者を拘束しています この映像は7月21日に SNS にアップされましたクラスノダル地方で数日間の完全な停電に抗議する人々が街頭に集まっている様子だといいますまた7月21日の朝クラスノダール地方のおよそ100カ所にも及ぶ変電所のスイッチが切られたと 9番24は報じました。100カ所にも及ぶ変電所の緊急停止の理由は送電線の損傷だと当局は説明しているということです。ロシア南部の大規模停電の長期化は地域の社会不安の増大につながりかねない様相を呈してきているように見えます。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録といいねボタンもお願いいたしますそれではまた